芳根京子です。今回のファーストラブという作品においてのファーストラブは正直わからなかったんです。で、わからないっていうのも一つ答えとしていいのかなって、なんかわからないというのが答えっていうのをなんか今回初めて体験したんですけど、私のファーストラブの記憶は記憶がなくて、母に聞いたんです。私の初恋っていつだったって聞いたけど、母も分かんなくて、じゃあ次3歳から一緒にいる幼馴染に聞いてみようと思って、私の初恋っていつって聞いたら小6って言われて、割となんか大きくなってからなんだなって思ったんですけど、親が知らないのも幼馴染が知らないのも、幼い頃私は感情を表に出すことができなくて、言いたいことが人に言えないし伝えられないし、だから多分いわゆる幼稚園の時の何々くんが好きみたいな、ああいうなんか可愛い初恋みたいなものがあったかもしれないけど、言葉にしてなかったから誰も知らない。で、私ももう忘れてしまっていて記憶にないっていうことに気づかされて、今回ファーストラブっていう作品を参加させてもらえたからこそ自分で気づけた、自分のファーストラブは誰の記憶にも残ってないっていう、それが私のファーストラブです。多分一番自分の中で古い記憶っていうのが、幼稚園の年少さんの時に本当に人見知りが激しくて、幼稚園に行きたくなくて暴れて先生のエプロンを破いた衝撃っていうのが多分一番古い記憶で、今でも3、4歳だったけど、あ、やばい破いちゃったっていう焦った感情っていうのが多分一番古い記憶かなって思います。今回は自分でここ同じだなとか、ここ似てるなって思うところが見つからなくて、それはもう物理的な環境だったりとか、家庭環境とか育った環境とかも、やっぱ自分と重なるところってないなとか思ったんですけど、演じていて自分でもよくわからないぐらいいっぱい涙が溢れて、なんかその時になんか心のどこかで、カンナの心と私の心で何か重なるところがあるんだろうなって思ったんですけど、じゃあどこかって言われるとわからなくて、でもあそこまでなんかカンナがこうスッて自分の心に入ってきたってことは、なんかどこかきっと同じところがあるんだろうなっていうのが未だに見つかってないっていうのが、また不思議で面白いところだなっていうふうに思ってます。北川さん演じる真壁先生と最後の面会室での一対一で話し合ったところは、ああこれが心が震えるっていう感覚なんだなっていうふうに思いました。そのシーンがそのテストをやった時にすっごい感情が溢れていっぱい泣いて、それで監督は今と同じのやってって言われたんですけど、やっぱりどうしてもできる自信がなくて、ここまで私また感情が出てくるかなって思ったんですけど、実際やってみるとやっぱ真壁先生の目を見て、真壁先生の声を聞いてるとどんどん感情が溢れてきて、なんか心が動かされるっていう感覚、自分から動かすのではなくて動かしてもらうっていう、なんかそれが一番感じました。なのであのシーンは
なんかすごい不思議な感覚に陥って、お芝居って楽しいって、心が揺れたからこそ強く思ったシーンになりました。いっぱい寝ますいっぱい寝て、それでもモヤモヤが残るときは母に話します。母がすごいポジティブなので絶対に受け止めてくれるっていうのを期待して、きっと立ち直れるというか、自信があるので母はそういう言葉をくれるっていう。なので母になんかちょっと心のモヤモヤみたいなものを全部話して、よし、じゃあまた明日からも頑張ろうって、なんかこうずっと引きずるっていうよりも切り替えて、じゃあ次次って言って、後悔しないように、悔いが残らないように、常に 100% でやろうって、 120% でやろうって思いながらやってるので、どうしようもない時はやっぱり母の力に頼ります。結構顔に出やすいタイプなのであの大体の人に見破られるんですけど、今眠たいでしょとか、お腹空いてるでしょとか言われちゃうんですけど、ファーストラブの現場中すごい心に余裕がなくて、それは多分あの他の作品を縫ってたっていうのもあったと思うし、なんか物理的な時間がないのもあったし、なんかすごく心に余裕がない日々を過ごしている中で、なんかちょっと悩んでたりとかすることがいっぱいあった時期だったんですけど、まあ別に人間ってみんな悩むものだから、それをこう口に出したりとかあんましてなかったんですけど、北川さんに見破られました。北川さんに大丈夫って言われて、悩んでるでしょうって言われて、その時に本当に真壁先生だってなんかちょっと役とリンクするような、北川さんがその後お食事一緒に行ってくださって、いっぱいお話聞いてくれて、私がおしねちゃんの年齢の時はこうだったよとかお話ししてくださって、それにすっごく救われて、すごいなって北川さんすごいなって思いました。やっぱ母ですね。すごいなっていつも思うんですけど、なんかこうずっと現場が続いてちょっと会話が減ってる時とか、なんか察してくれてるんですよね。だから現場にいて、別に今日のスケジュールとかそんなこと細かく言わないんですけど、すっごいいいタイミングで元気とか、ちゃんとご飯食べてるとかっていう連絡が現場にいる時に来るんですよね。そういう時になんかもう分かってるんだなって、何かテレパシーなのか何か届いてるんだなと思って、なんか結構母とはそういうことが多いですね。今これやってたんだよと、なんかリンクすることとかすごく多くて、不思議な体験を結構します。見失わないように直前で自分の心の声を聞くようにしてます。見失う前に自分で自分を助けようって思うから、もしかしたら見失ったっていう経験はないかもしれないかな。本当、もし自分がちょっとおかしいなと思ったら、やっぱり人に、自分のことをすごく知ってる人に聞きます。なんか私大丈夫かなとか、今こういうふうに悩んでて、こういうことしようと思ったんだけどこれどう思うとか、なんかやっぱ自分だけでは自分を救いきれないことっていっぱいやっぱりあると思うので、私すごい人とのご縁とか人に
恵まれてるっていうのが私のこの23年間の中のすごく自慢なんですよ。なので周りにそういう人たちがいればなんか大丈夫なんじゃないかなって思えてる部分もあるし、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、人とのつながりとかご縁とかはもう大切に大切にしていくことが、なんか自分もすごく救われる瞬間がたくさんあるっていうふうに思うので、いろんな方に助けてもらってます。はあ、難しいですね。愛とは逆に言うと何が愛かって言われると家族なんですよね。家族にめちゃくちゃ愛を感じる。多分たくさん愛情をもらって育ててもらったんだなって思うんですよね。だから愛が何かわからないけど、多分うちの家族は愛の塊だと思います。2月11日からファーストラブが公開されます。すごく大切な大切な作品になりました。たくさんの方に届くといいなと願っております。どうかぜひ劇場でご覧ください。娘のカンナ被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したと見られています。次の仕事のことなんだけど。ああ、本書くって言ってたよね。ひじげ屋のカンナ取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。え、あの子はクセ者だよ。心が読めない。ここから出してください。普通です。普通の親子です。お父さんも刺してなんかいません。なんでカンナさんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私、真実なのかそれが。彼女の内面に何が起きていたかを知ることが一番大事なんです。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。絡まってほどけない。ユキには分かってたんじゃないの。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。幸せを願う。やめてください。私の気持ちなんか分からないくせに。悪いのはあなたじゃない。明かされていく過去の記憶。なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。被告人は無罪です。あなたの心を殺した。ユキは誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。その相手を突き止めて話を聞いてみたい。ファーストラブ、触れてはいけない閉じ込めた愛の記憶。